初代キルミュア伯爵、デイビッド・パトリック・マクスウェル・ファイフは、イギリスの政治家、法律家、貴族。ニュルンベルク裁判において、イギリスの実質的な首席検事を務めた。1900年5月29日、スコットランド・エディンバラに、教師ウィリアム・ファイフの息子として生まれる。ジョージワ・トソン・カレッジに在学中に第一次、世界大戦が勃発し、スコッツガーズに従軍。戦後、 オックスフォード大学ベリオールカレッジとグレー、放送院で学ぶ。1922年にオックスフォード大学からバチェラー・オブ・アーツの学位を取得し、また法廷弁護士資格を取得した。1934年に直線弁護士となる。1935年にリバプール、西ダービー選挙区から選出されて、庶民議員となる。所属政党は保守党だった。 1942年から1945年まで、法務時間、1945年5月から8月までは、法務総裁を務めた。また、1942年に、ナイトに除任され、1945年に、数密顧問官に劣勢られた。第二次世界大戦後、アメリカ、イギリス、ソ連首脳の決定により、ゲーリング以下ドイツ政府幹部は、 先般として裁かれることになり、1945年6月に、イギリス代表のファイフ、アメリカ代表のジャクソン、ソ連代表、ニキチェンコラが、ロンドンの英国国境会本部に集まり、ニュルンベルク裁判の法的根拠となる、事後法、ロンドン検証を制定した。上官の命令だったや、お互い様の公弁は認めないという検証の方針は、ファイフが自分のクラブに、 ジャクソンを誘った、際の二人のダベリーで決められた。その後、それに基づいて実施されるニュルンベルク裁判のイギリス首席検事に内定した。ところが1945年7月の総選挙でチャーチル率いる保守党が敗れたため、法務総裁の座は労働党のハートレーショークロスに変わった。 ニュルンベルク裁判イギリス首席検事のチーョークロスに変えられることになったが、ショークロスは終わった第二次大戦のことなど関心がなく、本国に残ってアトリー政権の政治改革に尽力したがっていた。そのためファイフに引き続き、イギリス首席検事に泊まってほしいと願っていた。結局小クロスが首席検事となったものの、通常の検事の業務は全てファイフに委ねることになった。 1946年3月に最主要被告人、ゲーリングが証言台に立った。アメリカケンジ・ジャクソンはゲーリングに論破されて発狂するなど集大を晒すことが多かったが、ファイフはゲーリングを有効に追い詰めた。左岸捕虜収容所から脱走した英軍捕虜がゲシタポに殺害された事件について休暇を取っていたとして関与を否定するゲーリングに対し、ファイフは 消したっぽの銃殺はゲーリングの休暇終了後も行われていたことを立証してゲーリングの不作為責任を追求した。さらにホロコーストについて自分が知っているのはユダヤ人の移送計画だけでユダヤ人絶滅政策は知らなかった相当もどのくらいの規模で行われていたか知らなかったであろうと主張するゲーリングに対しヒトラーが ハンガリーセッションホルキとの会談の中でユダヤ人絶滅政策を公言していることや1942年にゲーリングがある地域のユダヤ人について生き残っているユダヤ人は数名、数万人が処置済みですと書いた報告書を証拠として提出することでゲーリングの証言の信憑性に傷をつけることに成功した前日には アメリカ検事をやっつけたことで得意になっていたゲーディングもこの日の出来には不満げな様子で独房を回っていたギルバートに対し今日の私の出来は良くなかったな。君もそう思っているだろう忘れないでもらいたいのは私が相手にしているのがアメリカ、イギリス、フランス、ソ連の最高の法律家だってことだ。こっちは一人きりだぞ。検事たちだって私が。 なかなかのものだと思っているだろうよと愚痴を漏らした。1951年10月から1954年10月まで、第2次チャーチル内閣で内務大臣を務め、ついで1954年10月から1962年7月まで、第2次チャーチル内閣、イーデン内閣、マクミラン内閣の3代の内閣で大法官を務めた。1五十三年には、 ロイヤル・ビクトリア・勲章内とナイト・グランド・クロスを受訓した。1954年10月19日に、連合王国貴族、カウンティ・オブ・サザーランドにおけるクレーックのキルミア施爵に除され、庶民院から貴族院へ移籍する。1960年に、オックスフォード大学ベリオール・カレッジから、マスター・オブ・アーツの学位を取得した。1962年7月20日に、連合王国貴族、 カウンティ・オブ・サザーランドにおけるドーノックのドーノックのファイフ男爵及びキルミア伯爵に助せられた。1967年1月27日に死去した。3人の子供があったが、いずれも女子だったため、爵位は彼の死と共に消滅した。肌が浅黒かった。背の低い肥満体型だった。反対尋問の名手でニュルンベルク裁判でもその腕前を遺憾なく発揮した。 彼によれば、反対尋問には三つの原則があるといい。第一の原則は、答えのわかっている質問の見せよ。第二の原則は、相手に打ちまかされる可能性のある質問は捨てろ。第三の原則は、相手から出てくる気の効いた、余談、皮肉、無礼な言葉は無視しろであるという。アメリカ・ケンジ・ジャクソンは、道義的な怒りに重きを置いたのに対して、 ファイフは相手を打ち負かすことだけ考えている点で対照的だったという、ありがとうございます。